っかくの衣装台無しにしたくなかったから、チョコクラネあんまり食べないようにしたりして。リミリンがチョココロネ立ちを？あ、そんな大げさなのじゃなくて、いつもならチョココロネ丸々一個食べちゃうけど、ダイエット中はお姉ちゃんと半分こするようにしたの。そっかそっか、我慢しすぎるの良くないもんね。お姉ちゃんにはからかわれちゃったけど、ダイエット中にこんなカロリー高いの食べるってリミはノーチョココロネノーライフなの？とかノーチョココロネノーライフ、これちょっと悪くない？ライブの自己紹介で使っちゃえば？恥ずかしいよ。そっか。あのね、私この衣装着れて本当に嬉しいんだ。お姉ちゃんのバンド昔から見てたから、メンバーでお揃いの衣装って憧れてて。そっか、私もお揃いに憧れてたんだ。前のバンドチスパじゃ私お揃いの衣装でライブってできなかったから、ポッピンパーティーの初お揃い衣装ライブすっごく楽しみにしてたの。私たち気持ちも一緒だったんだね。こうやってお揃いの衣装着て少しでもグリグリに近づけたかな。一歩ずつだけど近づいてるんじゃないかな。練習だっていっぱいやってるし。そっか、うん、そうだよね。ありがとう、さあやちゃん。私、お姉ちゃんたちみたいに弾けるように頑張る。私も頑張る。あの日、チスパとして叩けなかった分も含めて、今日はドラム叩きまくるから。一緒に頑張ろうね、リミリン。時間、リミリン、ライブ楽しもう。